本当に聞こえたのか、幻聴なのか、分からなくなってきたよ。塗るやつ。え？あんたまた？最近なんかお尻の調子悪くてさ。普通の軟膏ならあるよ。ほれ。サンキュー。じゃあちょっと塗った食ってくる。イエーイ。もうちょっと恥じらいなよ。
開いたの？ん？さっきあそこの扉開かなかったような気がするんだ。そうだっけ？なんとなくあの個室に入ったんだけど。まあいいや。ねえ、聖子、それより。今外でゆかちゃんの声が聞こえたの。多分下の階。本当？行ってみようか。でくれて。ううん、よかった、落っこちなくて。足の捻挫きつそうだね。とりあえず休めるとこで休みなよ。そうだね。ほら、私に肩乗っけて。ありがとう、セイコ。助かるよ。気にしない、気にしない。
きなよ、ティッシュで。絶対これ人の内臓だよ。蝶みたいなの踏んだらブチュってうんこみたいなの出たもの。嫌なこと言わないでよ。本当に吐いちゃうじゃない。ごめん。あれ、意外とホコリっぽくないね、ベッド。本当だ、よかったね、ナオミ。とりあえず休みなよ。うん、じゃあちょっと横になるね。なんでそんな隅っこに？隅っこの方が落ち着くんだ、私。わかる。私もそうだよ。なんか足首固定できるものないかな。ちょっと休んでて、ナオミ。うん。すまないね。感謝には及ばねえよ、ナオミさん。うん、よしよし。イタキレと包帯ゲットしたよ。はい、じっとしててね。ありがとう、助かる。おし、完璧。どう？あ、すごい楽。セイコ、ありがとう。どういたしまして。私も前足首やった時あるんだ。あと冷やすものでもあればいいんだけどね。助かったよ。って寝てるし。いいけど。お許しもゲット。うぷぷぷぷ。では遠慮なく。相変わらず変な子だね。ねえねえ、ナオミ？ん？持田くんに会ったら何したい？は？だってさ、ほら、極限状態に置かれた二人って恋に落ちやすいって言うじゃん。もう覚悟決めて告っちゃいなよ。きっとナオミのことも可愛さ3割増しで見えるって、持田くん。あんたといるとなんか普通にいつもの学校で喋ってるみたいだよ。ありがとう、考えとく。早く会えるといいね。うん。でも一
方で、彼までこんなひどい目に遭ってなければよかったのにって、ここにいなければよかったのにって心配してるんだよね、ナオミ。これって母性みたいなもの？深いわ。軽い口調でよく見てるよね、この子。かなわないや。さっきから結構辛く当たってるな、私。後で謝らなきゃ。ごくりって何？すまねえ、ナオミさんの尻見てると生唾が。意味わかんない。お兄さん。またユカちゃんの声聞こえたね。ちょっと見てくるよ。ナオミはもう少し休んでて、すぐ戻るから。心配だから私も行くよ。大丈夫だよ、ちょっと待ってて。でもせっかくだしもう少し休んでなよ。うん、わかったわ。本当に楽になった。さすがだな、聖子。先生、みんな、サトシ、どうしてるかな。ちょっとサトシ、何しがみついてるのよ。あと、そこ胸。すまん、見えなくて。もう、可愛いんだから。会いたいよ。なんで、こんなことに。どうして？嘘、鍵かかってないのに開かない。夏休みには皆さんで遠足に出かけましょうね。誰？何？
なんか、頭が痛いな。耳鳴りがする。さっちゃん、迎えに来てくれたの？何よこれ。あっ。